俺だってお前をこんな場所にと、お前には無限の可能性がある。無意味な幻想など捨ててしまえ。これ以上待っても無駄だ。勝ったのは俺だ。勝者のそばにいる方がこれからは全てを二人で見届けよう。朝食を。昨日の夜から何も食べ。ごめん。6時頃にはライラ島に到着。船のキッチンを借りて。安心して。実はこの楽器でも君が愛…私は君の漫画のキャラクターで、最近前に言ったこと、天気もいい、いや、いきなり泳ぎは得意だ。レ、次、ああ、
これもしかして。そうか、ザ貸してやるよ。気が向いたら読んでみて、遠慮はいらない。同じ。そこにいるのかい？ああ、ロスチャイルドさんも。こちらはロカ・ロスチャイルドさん。自己紹介なら。今日は入学おめでとう。それに関しては明日に。そうか、漫画の子。休み。ねえ、昨日星占いしたんだけど、なんて出たと。どうやって占ったの？昨日望遠鏡で見たの。はいはい、ひよっこちゃんたち注目。今からこの俺が学院を案内してあげる。正面に見えるのは学院の本部棟。ここが法学部の学部棟。ちなみに俺も法学部。へ。こっちは音楽学部の学部棟。見よ、この毛。天文台は山の上にあるから、天文学部の学部棟はメインキャンパスから。ちなみにこの他の大学にもあると思うけど、うちに。まあまあ、そんな。例えばみ、どういたしまして。し、お願い後輩ちゃん。そんなの。見えるはずのない海の果て、そこに沈む光すらも君は描き出す。思ったよりも強いようだな。はじめま、隣にどんな子が。お話しやす。そうだ、そうなの？ごめんね。でも、それに。